スーパーマーケット店内で小売りされる冷凍食品冷凍状態のまま陳列販売するために商品棚は商品の冷却機能を備える冷凍食品とは長期保存を目的に冷凍状態で製造、流通、販売されている食品を言う。冷凍されたじゃがいもそのまま油で揚げることでフライドポテトとして食べられるよう適当な大きさに切られている冷凍された ピザ加熱調理することですぐさま食べられる状態になっているプレポイキジドミールの一例調理済み内しは下ごしらえ済みであり消費者の手間は解凍加熱のみである調理の省力化に役立つことから飲食店から一般家庭まで広く普及している製造工場からは冷凍車で出荷し販売店では冷凍の商品棚で陳列し購入後は ドライアイスで持ち帰った後に冷凍庫で保管することで食べる直前まで冷凍状態を維持する。また、冷凍時に急速冷凍することで食品の鮮度を保つように配慮されており、長期間、いつでも新鮮な状態を味わうことが可能である。賞味期限は長めになっていることが多く、加熱するだけで食べられるので、いざという時非常食としての側面もある。 アイスクリームのような凍ったまま食べる食品は冷凍食品として扱われないが自然解凍して常温で食べるものは含まれる。冷凍食品は以下のように分類される。冷凍食品の中には常温や冷蔵庫で解凍するものもあり、まさしく解凍すれば非冷凍の食材、料理と見分けがつかない場合もある。商品としては野菜、果物などのほか、フライ、うどん、 ピラフピザといった調理済みであとは盛り付けるだけの料理などバリエーションに富む。また近年では電子レンジの普及に伴い盛り付け済みで専用容器付きの冷凍食品も多数存在しており、これらは多忙な現代にあって重宝されている。もっともこれらを消費しているのはアメリカ合衆国である。同国内では軽食、ランチやディナー向けなど、 様々なニーズに対応した製品も多く各種の冷凍食材が配置されたプラスチックトレーを電子レンジに入れて指定の時間温めれば一つのトレーにステーキやポテトサラダパンにデザートまでの一食分のメニューがセットで完成する製品まで存在するこのような食品をプレパッケージドミールと呼びパッケージの中にプラスチック製のフォークとナイフまでもが付属しているため 保管用の冷凍庫と加熱用の電子レンジさえあれば、食材ばかりではなく食器類を一切用意、していなくても食事ができる。これらの冷凍食品は俗に TB ディナーと呼ばれ、この俗称は1954年にアメリカで初めてこの種の食品を発売して、大ヒット商品とすることに成功したスワンソン社の冷凍食品ブランドスワンソン TB ディナーに由来している。 冷凍機の発明以前、寒冷地域では、食料保存のために食材を外に置いて冷凍する、試みが各地で行われていた。北海道におけるルイベという魚介類を外気冷凍させる食材が知られるほか、19世紀のロシアの貴族女性、エカテリーナ・ダーシュコワの回想録には、公職追放されて首都から数日がかりで領地に向かう、最、配下の者に、冷凍のシを作らせておき、 道中で凍った七をかち割って、火にかけて解凍して食べていたと書かれているという。冷凍されたラズベリーの果実冷凍食品は、1900年代にアメリカ合衆国において、あまり日持ちのしないジャム加工用のイチゴを輸送に適するために冷凍にしたのが起こりだと言われている。もちろん当時は、家庭用冷凍冷蔵庫もなく、一般家庭に広まるのは冷凍冷蔵庫が、 普及し始めた1920年代以降となるが、当初は果物などを保存しておくためのものだった。1950年代のアメリカでは、冷凍食品が未来の食品としてもてはやされ、冷凍食品を専門に出すレストランまであったという。本格的に冷凍食品が広く普及したのは1960年代以降で、家庭においてテレビなどの娯楽が増えたこと、また食生活が、 豊かになり、様々な料理が幅広く受け入れられるようになったことによる部分は大きい。この当時、日本では冷凍みかんが駅などで売られるようになり、春と逆の夏場に少し凍った食感のまま食べることが新しい味覚として受け入れられた。当初は冷凍技術の問題や適切な解凍方法がないことから歯ごたえが悪いとか味が落ちると敬遠されることがあった。 しかし、クラレンスバーズアイによって、急速冷凍技術が開発され、また、水産物を洗浄で冷凍するなどの技術改良もあり、食味の向上が行われた。現在では生鮮品を鮮度を保ったまま保存、輸送する技術も向上しているため、冷凍の必要性も低下しつつあるが、野菜など、天候不良などの理由で価格が高騰する食品でも、 豊富に得られる時期に冷凍保存しておけば価格の影響を受けにくいことから場合によっては生鮮品より割安になりまた供給が安定するなど利点は依然として存在する。日本における冷凍食品事業の始まりは1920年北海道森町に桂原井の平により本格的な冷蔵倉庫としては日本初となる森冷凍工場を建設したことによる 日本で初めて市販された冷凍食品は1930年に戸端冷蔵が発売したいちごシャーベイ。ジャムへの加工を目的としたアメリカのものとは違い、いちごそのものを味わう商品でと名付けられて市販された。戦後、1964年の東京オリンピックを機に冷凍食品に適した解凍、調理法が研究され、外食産業分野で利用が始まった。 1970年代には、小型から大型の冷凍冷蔵庫や電子レンジの普及、セントラルキッチン方式のファミリーレストランチェーンの拡大により、業務用ともに大きな伸びを示すようになった。また1980年代以降には、電子レンジの低価格化に伴う家庭への普及があり、同時に家庭用の冷凍食品も広く受け入れられるようになった。 特に1990年代からは電子レンジでも焼いたような焼き焦げまでつけられる解凍技術も発達したことから従来はオーブンレンジで解凍しないと美味しくないとされていたピザやグラタンなどの焼き物料理も多様化した21世紀に入っても進歩は続いており製造における急速冷凍のさらなる進歩により食味の向上も行われている技術の向上によって 種類も多様化する傾向にあり、今日では喫茶店等で出されるモーニングセットやケーキ、ホイップクリームの類もあり、業務用冷凍食品として流通している。また、あらかじめ骨を取り除いたものや、高圧調理済みの冷凍焼き魚が病院食や学校給食のメニューに取り入れられるといった動きもあり、従来にはなかった食材としての商品も出始めている。 中には弁当に凍ったまま入れ、お昼にちょうど食べ頃の解凍状態になって手間、いらずでかつ、保冷の役目を果たすというものも登場した。最近では、有名ホテルを含む名店や、名調理人の名前を冠し、味をそのままに冷凍した高級志向の冷凍食品も登場している。しかし一方で、飽和状態にある市場にあって、2002年に中国よりの輸入食品である、 中国産のほうれん草などから残留農薬が検出され、同種食品に対する不信感が発生し、微減状態になっている。また、2007年には赤福餅の冷凍保存による製造微偽装が発覚するなど、保存技術を悪用した事件も起きている。なお、一定段階まで調理された冷凍食品では原材料の安全性の問題や生産国に連動して、 不信感を招くこともある日本では日本冷凍食品協会調べで2006年度の調理済み輸入冷凍食品が全年度比100%を超える急成長市場にあるが、これは日本国内の食料需要でも少なからぬ地位を輸入調理済み冷凍食品が得ている反面、中国産食品の安全性のような問題に連動して問題のある製品が流通後に回収される騒動も あり、2008年1月末にも日本各地で販売された中国製冷凍餃子から有害物質が検出され中毒者が出る騒動も起こっている。この冷凍餃子事件をきっかけに冷凍餃子の売り上げが激減するなどの事態が起こった。この件につき東京都は都民が調理冷凍食品を購入するにあたり安心して適正な選択ができるとと,ともに 事業者が自ら製造、加工する食品の原材料を適切に把握するための手段として国内で製造され、都内で消費者向きに販売される調理冷凍食品に対し原料原産地表示を義務付けた。水分や油脂が凍結、凝固するほどの低温にすることで微生物の活動を抑え、長期間にわたって保存できるのが特徴である。なお、保存温度の マイナス摂氏18度赤シレードに由来する。さらに温度を下げれば、魚に寄生するアニサキスのような寄生虫を殺すこともできる。水分が多い野菜や果物などでは、冷凍による破裂や、酸化酵素類による変質や変色を防ぐため、ブランチングという処理が施される。ムキエビ、イカ、貝類などの冷凍食品では、表面の乾燥や酸化を防ぐため、 薄い氷の被膜ができるよう処理されている。シェアの約75%を上位5社が占める河川市場となっている。ありがとうございます。